阪急550系電車。阪急550系電車は、旧550型電車は、かつて阪急電鉄の前身である、京阪神急行電鉄に在籍していた、通勤系電車である。戦後初の宝塚線向け新形式として1948年、および1951年に16両が製造された。運輸省の私鉄標準規格型車体に準拠したため、阪急では数少ない二段上昇窓で製造された。また、阪急が子会社として設立した車両メーカーの浪速工機の製造第1号車両であるとも、宝塚線小型車両としては最後の新形式である。第二次世界大戦終戦後の阪急は故障車や戦災車を多く抱えており、戦後の輸送力確保と車両不足解消のためにも車両の増備は急務であった。戦後初の新造車は神戸専用920系の最終増備車943型であり、故障車や戦災車の改造名義で投入された。続いて、戦後初の新形式車両として、宝塚線に投入されたのが550型で、運輸省の規格系車体に準拠したため二段上昇窓を採用した。1948年12月に550から564の15両が、浪速工機、後のアルナ工機。アルナ車両の前身で、最初の車両として製造された。これ以降の阪急の新造車両は、路面電車以外の鉄道車両製造事業から撤退するまでの全車が、浪速アルナ工機製となった。なお、550から564の製造時期に関しては、1948年6から8月製造とする記録も見られる。1951年5月には、同一寸法ながら一段下降窓の565号が増備され、阪急最後の小型車製造となった。運輸省規格型電車 B 型に準拠した半鋼製車体であり、側窓は京都線の700系とともに試作全鋼製車510号以来の二段上昇窓を採用、運転台も片隅式となった。規格型への設計準拠の制約解消後の1951年に、増備された565は、同一の車体寸法ながら、阪急電灯の一段下降窓で竣工した。320系以降に製造された宝塚線向けの、各形式同様の15メートル級小型車体であるが、車体長は約 15.8 メートル、車体幅約 2.54 メートルで、小型車の中で最大の寸法を持つ。座席は従来車同様のロングシートであるが、客用扉周囲の座席が切り詰められた関係で、座席定員が40名となり、500型までの44名から4名減少している。主電動機出力は 82kW、当初は 71kW で、同時期に電装品と台車を申請して、性能向上を図った600型から捻出されたものを流用した。主電動機は、ゼネラルエレクトリック GE-240 及び、芝浦 SE-121、制御機は、ゼネラルエレクトリック社製 PC-12 である。台車は、汽車製造会社製、軽鋼組み立て式イコライザー台車の K15600 型から転用、554ミ以降の偶数車は、ブレーキを両、抱き式のクラスプブレーキに改造されている。後に、全車クラスプブレーキに改造された。ブレーキは日本エアーブレーキ開発の英動作弁による AMA 自動空気ブレーキとされ、その後の長台編成対応を可能とした。編成は電動車と制御車による偶数、奇数の MGTC 編成とする設計であったが、当時の宝塚線の橋梁荷重負担の関係で、主電動機を1台車につき、各一機搭載として分散させ、全車電動車としてこうした。1954年の規格向上工事の完了後は、主電動機4機を偶数車に集約し、奇数車は制御車に改造されて、本来の姿となった。550型は、宝塚線や箕面線で運用を開始した。当時の宝塚線は、在籍車両の故障等で輸送力不足に陥っており、従来車に比べて少し大きな本形式は混雑時の詰め込みも効くことから輸送力の強に貢献した。運用面では550型のみの 2.4 両編成のほか、宝塚側に300型や380型を連結した3両編成、時には500型との4両編成でも運用された。564は、組成相手の車両がなく、500型で同じく組成相手のなかった530を片転して2両編成を組成した。1951年には運用上の都合から565が追加で製造され、550型のみで編成を組むように改められた。1952年の宝塚線、規格工場工事完成後は、本形式は他の小型車格形式同様、客用扉にステップを取り付け、急行から普通まで宝塚線の各列車種別に充当されたが、小型車ながら輸送力の大きい本形式は、心臓の810系や神戸線から転入してきた600型とともに4両編成で、急行運用によく充当された。また、この時期には本形式をはじめとした新車の投入や、600系の転入、故障車の復帰によって輸送力が増強され、登場直後の激しい混雑も解消されたことから、上段窓の保護棒が撤去され、1956年の1200系の製造にあたっては、台車を再び600型へ戻すこととなり、偶数車が610系660型より、年出の住友金属工業製 KS-33L に、奇数車が300系310から315及び、電動貨車 209.21 等より年出の、ボールドウィン BW78 から 25AA に、交換された。台車換装に先立ち、1955年には 562.564 の制御機を MPC-120H に改造されている。1950年代後半にはガラスの供給が安定してきたことにより、窓枠が当初より細く、四隅を曲線処理したものに交換された。また、客用扉間の座席も切り詰められていた。両端分が延長されるなど、車内外の様々な箇所を手直しすることで、他の阪急の車両と遜色ない内装に変貌していった。この時期には4両編成での連結運転が常態化したことから、貫通扉にホロ枠が設けられている。その後1100系や1200系、2100系などの宝塚線向け大型車の増備を、はじめ900型や920系の宝塚線入りによって、本形式は主に普通を中心に運用されるようになったが、1961年からは、朝ラッシュ時の曽根駅折り返しの普通を中心に、阪急の小型車では唯一となる6両編成での運用が開始された。1962年12月には、伊丹線での列車増発に対応して556から557から560から561の2両編成3本が神戸線に転出。1964年12月には554から555と制御車を差し替えた562から565も加わって本形式のうち半数以上の車両が伊丹線のほか紅葉線でも使用された。ただし、今津線で運用されたことはない。1963年頃には、550から 555.563、564の室内灯が蛍光灯化されると、ともに扇風機が取り付けられた。このほか、564の袖仕切りがクロームメッキのパイプに変更されている。1963年12月のダイヤ改定では、2021系の増備によって、宝塚線に残っていた小型車のうち、本形式10両と500系4両編成1本を除いて、全車神戸線に転出、本形式のうち6両編成1本が、ラッシュ時の特発予備として残された他は、宝塚線での小型車運用が消滅した。本形式は、ごく稀に6両編成が、宝塚線の朝ラッシュ時に運用される以外は、箕面伊丹、紅葉の、各支線運用が主となり、箕面線では4両編成で、伊丹、紅葉線では2両編成で運用された。本形式は、他の小型車、同様、1960年代後半に予定された新豊線架線電圧の直流 1500V への昇圧に際しては、昇圧対応工事の対象から外され、昇圧測応車の 3000.3100 系に置き換えられることなったが、他の置き換え対象の各形式とは異なり、宝塚線の昇圧まで使用されることとなった。神戸線昇圧を目前に控えた1966年12月には、神戸線に転出していた車両が610系及び500型で唯一残っていた530から300プラス5183135519と入れ替わる形で、全車宝塚線に復帰5両編成2本と4両編成1本を蘇生して箕面線で運用することとなった。それに対応して、編成の中間に組み込まれるようになった 551.55 に 563.564 の運転台機器を撤去して中間車間改めを実施。558と560はペアを組んでいた559と561を切り離して増結用の単車とし、広幅間通路にはアダプターを取り付けて運転台部分の強幅間通路に対応した。この時期の編成については、下表の通り、この時編成から外された559と561は1967年7月に廃車された。残った14両は、阪急最後の小型車として、箕面線で運用され、その直後の同年4月に562から565の4両編成1本が廃車。6月には558プラス554プラス555プラス556プラス557の5両編成1本が廃車された。残った560プラス550プラス551プラス552プラス553の5両編成1本も、昇圧直前の8月16日に、ささやかな装飾を施してさよなら運転を実施した後に運用離脱。昇圧前日の8月23日付で廃車となった。大阪万博を1年後に控えた1969年には、万博のシンボルマークをあしらった PR ステッカーを重複したが、万博の開幕まで走ることなく、全廃となった。なお、本形式は、戦後すぐの混乱期の製造で車体の疲弊が著しく、内装が木製で、他の車両に比べると、アコモデーションが貧弱であったことなどから他社への譲渡対象からも外されたため、550.553、559の3両以外は全車解体された。550の前頭部がアルナ鋼器で保存されていた。当初は車体を保存していたが、車体の老朽化に伴って運転台部分のみの保存に縮小、さらに2002年のアルナ鋼器分社化に伴う尼崎工場の閉により、このほか、保存車とは異なるが553と559の2両が解体を免れ、このうち559は、阪急千里線、関内全駅の梅田側の線路沿いにある関内幼稚園で図書館として使われていた。当初はマルーン色のままであったが末期はオレンジ、黄色、赤などにペイントされ、幕板部に児童図書館と書かれていた。553は、鳥取県米子市付近の国道9号線沿いで、アルナ鋼器の主力商品の一つであった、冊子製品の広告等に転用された。いずれの車両もすでに撤去されて現存しない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。